父さん、さっきから何書いてんの？いや、わしが死んでからお前たち子供が困らんように遺言書を書いとるんじゃ。遺言書？そんなことまで考えてくれてありがとう。でもお父さん、遺言書の書き方なんて知ってたの？それが書き始めたはええんじゃが、ようわからんのじゃ。お前は知っとるか？うん、私も書き方なんて知らないの。お前も知らんのか。どうしたらええんじゃ。遺言には普通の方式のものと特別の方式のものがありますが、普通の方式のものには自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類の遺言があります。今回は以上のうち典型的な遺言形式である自筆証書遺言と公正証書遺言についてご紹介いたします。まず自筆証書遺言です。自筆証書遺言とは、遺言者が前文、日付、氏名を自称、押印して作成する方式の遺言です。法律上、敬印や封印は不要です。次に、自筆証書遺言のメリットとデメリットについて説明します。まずメリットですが、自筆証書遺言は、遺言者が自ら作成するものですので、一人で容易に作成することができ、作成費用もかかりません。また、遺言書の内容を秘密にすることもできます。次にデメリットです。前文、日付、氏名を自称する必要があることなど、要件が厳格ですので、遺言書を作成したのに、方式が法律の要件を充足しないために無効になる可能性があります。障害を持つ方が利用しづらいという問題もあります。また、公証人が関与しないことから、遺言内容に疑義が生ずる可能性もあります。公正証書遺言のように、公証人役場で保管されるわけではないので、遺言書が発見されない可能性もありますし、一部の相続人により、隠匿、変造がなされる可能性もあります。手続きとしても家庭裁判所の兼任が必要になります。以上のように自筆証書遺言にはさまざまなデメリットがありますが、相続法改正によりその一部のデメリットが解消されました。まず遺言書と一体となる財産目録については自署する必要がなくなりました。また遺言書の紛失や一部の相続人による隠匿、変造を防止することなどを目的に、自筆証書遺言を法務局の施設内で公的に保管する制度が創設されました。ただしこの保管制度については令和2年7月10日に施行されることとなっています。続いて公正証書遺言についてご説明します。公正証書遺言は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述し、公証人がこれを筆記して公正証書を作成する方式の遺言です。公正証書遺言を作成するためには、まず2人以上の証人が作成に立ち会う必要があります。その上で遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人が筆記します。そして筆記したものを遺言者と証人に読み聞かせるなどして、間違いがなければ遺言者と証人が署名押印をします。最後に公証人が適式に作成されたものである旨を付記して署名押印し、遺言書を完成させます。公正証書遺言には次のようなメリットがあります。まず、公証人により作成されるので、方式や内容の不備により、事後的に無効とされることを回避できます。また、遺言書が公証人役場に保管されるので、
紛失、偽造、変造等の恐れがありません。遺言者の死後には、簡単に遺言書を検索することもできます。自筆証書遺言では必要な家庭裁判所の兼任手続きも不要です。そして、自書能力がなくても作成することが可能です。他方、公正証書遺言には次のようなデメリットもあります。まず、遺言書の作成に費用がかかります。また、公証人の関与と証人2名の立ち会いが必要であるなど、厳格な手続きを取ることが必要です。遺言書の存在や内容の秘密を確保できないというデメリットもあります。以上、典型的な遺言の方式である自筆証書遺言と公正証書遺言について簡単にご説明しました。この説明はあくまで一般的な説明ですので、遺言について具体的なご相談がありましたら、ぜひ京都弁護士会へご連絡ください。